どうもありがとうです。今回はサムネイル、タイトルにありますように、過去問を使う時の注意点について話していこうと思います。ちなみに先週長い話を聞いてもらったので、今週はサクッといきます。過去問っていうのは名前にあるように、過去に実際に出題された問題を解くことができるものです。なので自分の志望校だったりとか、自分の都道府県の過去問を買ってきて、実際の問題どれぐらい解けるかなって言って解くじゃないですか。で、おそらくそれが一番の役割だし、多くの方がそう使っていると思うんです。 でも実際ですね、その一面だけじゃなくて、もう一面、過去問にはすごく大事な側面があります。で、そこの面を意識しておかないと、ものすごいもったいない使い方をする方が結構いるんですよね。ですが、そっちの話をする前に、実際に今自分がどれぐらい得点が取れるのかなっていう使い方をする方々に注意してほしいことを伝えていきます。 まず一つ目は必ず時間を測ってください。どちらかというと高校受験の方に多い傾向があるなと思っているんですが過去問を解くときに時間を測らずにやる方が結構います。ですけど実際にね、解いて自分の立ち位置というか得点率を知りたいんですよね。だったら本番と同じ条件でやらなきゃ。 しか一回これ解いちゃったら、二回目は問題知ってるから、参考にならなくなっちゃうんですよ。だから、本気で自分が試験会場にいる気持ちになって、もう携帯置いとくとか、言語道断ですからね。あ、LINE 来たからちょっと見ようなんて過去持ち絶対やっちゃいけない。そんな意味の、もう、なまあ、ダメだよ、そんなもんは。だから、もう本番を想定して、必ず時間を計ってやってください。そして、二つ目はですね、時間を少し減らしてください。 さっきね、本番想定してやれって言ってたのに、こいつは何なんだって思うかもしれないんですけど、これはですね、ま、全員が全員強制ではないんですが、50分の試験時間だったら、えっと、練習の時は45分、もうちょっと頑張れるんだったら、40分ぐらいの時間設定でやってください。90分だったら10分減らして80分とかです。で、なんでこれをやってほしいかっていうと、本番、つまり受験本番ですよ、の時は、当然緊張します。 で、こう、浮き足立ってしまって、普段よりも時間がかかることのが圧倒的に多いです。いつも通りいかないんですよ。だから、練習の時に、あえて時間のプレッシャーをかけておくんです。少なくして。で、そのプレッシャー、40分で練習をしておいたら、それが本番伸びてしまっても、50分に収まるんですよねで。気持ち的にも余裕ができます。普段40分でやってるから大丈夫っていう自信もつけられるので、ただ、 本番をちゃんと想定してやりたいという方はやんなくていいです。これは好みに分かれるんですが、まあここまで聞いてやってみようかなと思う方は、ぜひ時間ちょっとプレッシャーをかけた状態で過去問やってみてください。そして3つ目は、大切なのは解いた後。これは模試の過去問でもよくあることなんですが、過去問ってまあテストを受けているのと同じ状態ですよね。なので、 正解だったか不正解だったか、そして何点取れたのか、偏差値がいくつだったのかだけで終わってしまう方が本当に多い。本当に多いんですよ。こ強調しますね。めちゃめちゃ多い。つまり何やんないかっていうと、間違った問題の確認しないんですよ。まあ、したとしても、あ、これで間違っちゃったのかって。まあ、待て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 みたいな。 それをできなかった問題との出会いは私いい出会いって言うんですよ。これよく大事にしてるんですよ。できなかった問題との出会いはいい出会いなんです。だってできる問題ばっかりやっててもレベル上がんないんですよ。できなかった問題に出会ったから自分の穴が見つかってその穴を塞ぐからレベルが上がっていくんです。だからしかも実践の問題ですよ。過去問なんて。実際出た問題なんて。そこで穴が見つかったら超ラッキーなんですよ。それを見つかったのに穴を穴のままにして後でまたうわーって落ちていくんでしょ。 それが入試本番で落ちてみ、悔やんでも悔やみきれないから。だから必ず過去問やった後へこんじゃう時もあると思うんですよ。なかなか取れなくてね。でもそのとこが勝負だから。 そこから、解き終わった後、丸つけ終わった後に、まあ、全部やれとは言わない。ね、めちゃくちゃ難しい問題、手を出さなきゃっていいものでもあると思います。ただ、うわ、ケアレスミスとか、うわ、これ、前勉強したのに忘れてんじゃん、ちょっと確認しとこう、みたいな。そこで、行動を起こせるかどうかで自分のレベルが上がるかどうかが決まるので、必ず、解き終わった後に解き直し、やってください。 そしてもう一つの側面なんですが、過去問って、ね、名前がついてるので、当然過去の問題集なわけなんですけど、私ちょっと言い換えるんですよ、よく。なんて言い換えるかっていうと、超実践型問題集って言います。実は超実践型問題集。 皆さんも本屋さんとか行って参考書ね、見たことあると思うんですけども、超よく出る100問とか、超品質50問とかって見たことあると思うんですよね。よく出る問題を集めた参考書です。で、実際にそれはいろんな過去問をこうね、分析して集計してやってるので、実際出やすい問題なんですよ。でも、実、過去問って出やすいとかじゃないですよ。出た問題なんですよ。 だから、超実践型の問題集なんです。何が言いたいかっていうと、時間を決めて、まあ時間を減らしてね、及び減らして、各問として解いていくのも大事なんですが、それをね、絶対そうやんなきゃいけないわけじゃなくて、普通に実際に出た問題を解いていこうって、つまり、2000何年、2018年の国語を一回やるとかじゃなくても、今日はこの2018年の大問一だけ勉強しようって言って、分割したっていいんです。 で実際、過去問って結構多いんですよ。大学受験とかとめっちゃ多いからね。間に合わないこともあるんです。だから、こうね、毎回毎回時間をね、50分とか1時間とか取ってやるってなかなか難しいところもあると思うので、分割してやってもいいんです。問題集として使っても全然構わないので、いっぱい使いましょう。実際に出た問題やるのは本当に意義があるから。でも、その時も、さっきも言ったように、解き終わった後に成長の チャンスがありますから、ぜひ、時終わった後に、はぁ、このぐらいだった、OK とか、このぐらいかよどダメか、とか、それだけで終わらずに、その後の行動を大切にして、覚問をうまく使っていってください。はい、ということで、今週もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今週一週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃまたねバ,バイバイお互い頑張ろうね。